はい、皆さんこんにちは。はい、今回はね、西成編ですが、西成といえば立ち飲みやホルモンとかそういうの有名ですよね。というわけで今回は、地図なしでとりあえず行ってみた感覚な感じで、西成の立ち飲みやホルモンをね食べに行ってみました。それではスピチューブ始まります。皆さんよろしくお願いします。はい、おはようございます。というわけで、今日もね、西成です。どうしようかな、今日は。ちょっとね、ホルモンでも食べに行こうかなと思います。入ったな。ここは多い。ホルモン2つ。やっぱりちょっと。全室カラーテレビ付き、ただ0円。着いた。さっきのホルモン屋探してんやけど、やってないですね。雰囲気的になんか電車が通ってたような感じですね。ここ電車あったのかな。すいません、やってます。5時から低温でこうやってた。あっちも食べるもんね。あ、そうですか。焼いてたんですか。焼いてる人がいる。あと1軒ぐらいちょっと行ってみようかなと思います。あるかな。結構ね、閉まってるとこが多かったりしてんで。豚ホルモンと、なんかスープみたいなのありますか。スープだけってあります。ないです。じゃあ豚足スープ。はい。お水で。はい。レモンチューハイ、レモンチューハイ2つです。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まあね、他にもいろいろあるとは思うんですけど、何も考えずに行った結果こんな感じでたどり着くことができました。まあ、歩き回ればあるということで、ぜひ皆さん行ってみてください。人がたかってるとこね。というわけでまたです。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。